はい、今日は、スキーよりボードの方が若干遅いのはなぜなのかっていうことを、語っていこうと思います。まあ、僕のね、素人の、持論なんで、ご了承ください。はい、ノーカットできますね。ですね、まず、その、スキー場って、こういう凸凹があるわけですよ。凸凹が。たくさん細かい凸凹があるわけですね。どんな、真っ平らな、斜面だとしても、そういう凸凹があります。で、例えばね、車で例えると、車ってこういうふうに、こうありますよね。こっちが前ね、車の上から見たところです。で、こう、タイヤが4つあるわけじゃないですか、4つ。で、こういう、例えば凸凹があったとしても、オフロードとかでね、凸凹があっても、このタイヤがさ、こう持ち上がるわけですよ。どこから見たら、こうか。で、凸凹が終わったらこういうふうにタイヤが戻ると、バネでね、ショックアクソーバーとかショックアスーバーとかバネで戻るわけですよ。だからスムーズに行くことができるということですよね、今の車は。ただその昔のバネ足回りです。それがない車はね、昔の馬車とかですよ。馬車とかだと、これでガコンってなるわけですよ。うん。で、その、こっちの右側はスムーズに行くけど、こっちはガコンってなると。で、持ち上がって、出っ張りが終わったら、ドーンって行くと。で、その、この分ね、その動きの分遅いわけですよ。で、ボードも一緒で、こう来るじゃないですか。これボードの板ですね。こっちがノーズです。こう滑っていきますよね。で、ここで、まあ、そのぶつかるんですよ。いや、もう本当細かいところですよ。もうボーダーは、もう無意識で、こんな細かいのね。無意識で気づかないぐらいだけど、まあ、いや、微調整してますよね。もうどんな真っ平らなところで、だらーんって滑っていたとしても、微調整してるんですよ、無意識に。で、ここの差し掛かりましたと。で、右が早く進んで、こっち、左がね、遅くなるはずなんですよ。だから、その分ね、調節してるんですよ。こういうふうに。で、これ、そのまま行ったらこういうふうになるか、なりますからね。だから、調節してるから、まっすぐ滑ることができると。でも、その調節の分ね、遅くなってるわけですよ。本当だったらこうなるはずなんだけど、ならないようにまっすぐ行く、操作してるわけだから、その分遅くなってるわけですね。なんでそうなっちゃうかっていうと、板が1枚だからです。で、それと比べて、スキーは2本あるから、4輪の車みたいに、最近のね、バネのある車みたいに、こうやって持ち上がることができるわけですよ。横から見るとこうです。スキー板、左の板を持ち上げて、で、終わったらこう、終わると。で、スーッと行くと。いう、ここでストレスがかからないわけですよ。スキーの場合、2本あるから。だから、その、対応できる、範囲が広いっていうんですかね。スキーの板の方が2本あるからです。それはただ2本あるからっていうことで、その2本が、まあ、バネの代わりになってるというか、その斜面の凹凸とか状況によって対応することが、幅が広がってるんですね。2本あるから。で、その分を、ストレスがないから、ストレスがない分早いっていうことです。はい。で、これが一つ目の理由で、じゃあ、今のはまっすぐの直進ですね。じゃあカーブではどうかっていうと、スノーボードだとさ、カーブするときに、例えば、サイドカーブで曲がるんじゃなくて、スキーのね、板のたわみで曲がるときに、ボードはこういうふうに2本、足が2本あるんで、どうしてもカーブって言ったって、この真ん中はこうなりがちなんですよ。うん。で、一方、スキーは、やや真ん中にあるんで、しかも足が1本なんで、ですよね。1本の板に対して1本なんで、真ん中にグッと押すわけですよ。で、それに沿って板がたわむから、やや、まあ、ちゃんとした、ややちゃんとした、カーブなんですよ。うん。で、カーブ、ターンするときも、ターンの弧っていうのは丸いじゃないですか。そのターンの弧の丸さに、あまりほとんど喧嘩しないんですよ。スキーの場合、ノーズのことトップって言うんですけど、トップが通った後、テールが通りたいじゃないですか。トップが通った後、テールが通りたいですよね。で、ここが丸いカーブであればあるほど、トップが通った後を、ちゃんとテールが通れるじゃないですか。
うん、だからそのそうなれるんですよ、割とスキーの場合はね、うん、丸い甲だから1本しか足がないから。で一方そのボードはこうなりがちなんですよ。ここがまっすぐ、ここがまっすぐ、うん、そう。でそのだからその何て言うかな、こうなっちゃってんだけど、ターンの甲は丸くしたいと。で、こっちは丸くしたい。でも、ボードはこうなっちゃってる。っていうことで、ここでね、喧嘩が生まれるんですよ。ストレスが生まれるわけです。で、その分遅いんですよ。そう。そう、そういうこと。で、あとはもう、ターンして、ここで切り上げてフラットになりますよね。で、フラットの、このエッジから、左のエッジから右のエッジまでが遠いんですよ。だからこの何もしてないフラットの時間が長いっていうのもあると思います。うん。で、切り替えますよね。切り替えて、ストレスをかけていくんだけど、エッジが1本しかないから、ターンの時にね、グッてやると、ずれたり滑っちゃったりすることいけないんで、相当、じわじわとかけていく必要があると思います。硬いバーンだとね。でも、スキーの場合は、エッジが2本あるから、内足と外足があるからね、割とガンってやっても、まあ、ガンっていうのは良くないんだけど、2本のエッジで、斜面を捉えることができるから、割とハードな運動で、遠心力で滑っていくことができると。だからカーブが、スキーの方が速い。ということです。で、直進は速いのはさっきの理由です。で、カーブが速いのはさっきの理由です。ということで、ややスキーの方が速いっていうのは、そういう理由じゃないかなというふうに思ってます、今んとこね。うん。皆さんはどう思うでしょうか？はい、ということでした。以上です。このカメラ持ちにくいな。はい、以上でした。バイチュルリンゴ。